皆さんお疲れ様です。 SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いてくれた方はチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それでは始めましょう。本日は那須川天心選手の武器とは。はい、ってことで、はい、昨日ですね、スパーリングが完全にノーカットで公開されましたね。先日4月1日の後楽園ホールでのスパーリングです。まあ、スパーリング相手は、定見ジム、同門の、福井選手ですね。この、福井選手、アマチュアエリートで、今4戦4勝。もう、日本ランカーの実力は間違いなく、ある選手ですね。もう、アマチュアで、もう、あれだけ実績を作ったっていうのは、もう、日本ランカー以上なんですよ。実力的にも。はい、ということで、この選手とスパーリング、まあ、実際に、ノーカットで見ました。いや、見た感想はというと、まあ、これはマスボクシングでしたね。まあ、天心選手、試合1週間前。まあ、どっちも力が入ってない。マスボクシングでしたね。スパーリングというよりは。ただね、このマスボクシングで、那須川天心選手の武器というのを、まあ、再確認しましたね。もう、那須川天心選手の武器というのは、まあ、ちょっと前からもう、ね、分かっていたんですが、いやー、改めて分かりました。これマスとはいえね、やっぱりすごいですよ。このマスボクシングにおいて、まあ本気じゃないにしても那須川天心選手の方がうまさが出てましたね。これがだから実戦になるとどういう風になるかはまだこれはお楽しみということになってますね。ただ本当にうまさが出てました。そこで那須川天心選手、これ何がすごいか、那須川天心選手何が武器なのか、これをちょっとね、まあ、自分なりに、まあ、ちょっと分析してみました。まあ、素人分析ですがお許しください。那須川天心選手、攻撃の方はコンパクトで手数が出て、まあ、力が抜けててもう綺麗ですよね。それにつきますね。パンチ力という面では、まあ、またちょっと別問題なんですけど、本当に力を抜いて打ってますよね。だからこれ実戦ではどうなのでしょうか。このままやるのでしょうか。あまり一発がある選手じゃないんですよ。もうこれはキックボクシング時代から見せているので、もう、これはわかりますよ。パンチ力が大体どのぐらいか。まあ日本ランキングぐらいなら、KO していくと思いますよ。ただこれ世界戦線になってくると、KO は狙っていかないと思います。ということで、これ、まあ、このスパーリングだけじゃないんですけど、このスパーリング、まあ、マスボクシングにおいて、何がすごいかを、言っていきます。まず、那須川天心のすごいところっていうのは、やはりディフェンスなんですよ。世界を取るには、基本的に攻撃も、ディフェンスも、なくてはいけないんですよ。例えば、攻撃んだけど、ディフェンス、があまり良くない人は上にはいけないですよね。まあ逆にディフェンスだけいい、攻撃はあまりという方が上には行きやすい傾向にあるんですよね。まあ食らわないということが本当に大事なんですよね。ただ当然本当にチャンピオンになるには、まあ世界チャンピオン、日本チャンピオンになるには攻撃もなくてはいけませんよね。そこで那須川天心選手のディフェンス、これがやはり際立ってますよ。まずこれちょっと見てください。これなんですけど、まあ、左が相手選手でジャブを出してるところです。そして右がこれ天心選手です。まあこれジャブ出されてどうなるか、これギリギリで避けてるんですよ。まずこのギリギリで避けるっていうのも高等技術ですよね。そしてポイントはこっからなんですよね。これ避けてクリンチいってるんですよ。この左手の手の位置もいいですね。この首のとこにガーっていってんの。そしてこっからそのままくるっと回っても相手の後ろにいるんですよ。そしてこの時相手はもう天心選手の位置をもう完全に見失ってんですよ。まあこれ天心選手はしっかりしてるんで、
このまま後ろから攻撃行くことはしないんですけども、これ完全に相手がね見失っちゃってるんですよ。そして天心選手を見つけた時にはもう食らってるという感じですね。この向いた瞬間にバンって食らってる感じですよね。このクリンチからくるっと回って相手の視界から消えるっていうのはもう相当な高等技術です。これはキックボクシング時代からやってますね。首相撲、それの延長戦ですよね。これが普通の日本人のボクサーにはあまりな持ってない技術の一つですね。そしてこのスウェーも高等技術ですよね。このギリギリでかわすんですよ。そして次がこれなんですけど、今向かい合ってて、先ほどはクリンチに行きましたよね、相手が出した瞬間。そして今回はジャブをダッキングでこうやってくるちょっと下に行って避けますよね。そしてこれサウスポーの鉄則、そのまま避けて右に回るんですよ。これ長谷川穂積さんも得意としてましたよね。そしてそのまま相手のも横に入って、もう相手が気づいた時にはもう近くにいるというやつですね。この間にもうババーンって一瞬で攻撃入れちゃうんですよね。だからこうやって視界からもう消えちゃう、どこにいるかわからない、あそこにいたって時にはもうババーンって攻撃を受けてます。これかなり高等技術です。これは長谷川穂積さんもやってましたね、サウスポーのこの動き。この日に見せた天心の最強の必殺技というのは、まあ、ディフェンスなんですね。この辺りが、まあ、すごい高等技術ですね。この動きだけならもう世界レベルだと思いますよ。まあ、問題なのは実戦でどれぐらいできるかですよね。まあ、実戦でこのマスボクシングみたいな動きがそのまま出せるものなら、もうこれ手のつけようがないのかもしれません。特にこうやってもう華麗にかわされちゃうと、もう相手側はもうめちゃくちゃ焦る、もう何を出せばいいんだ、もう隙あらばもう横にいるみたいな、そういう衝動に駆られるんですよ。いやこれ天心選手もこの足さばきですよね。やはりもう下半身が強すぎますね。これは今までの積み重ねですよね。あまりだからボクサーにはない動きというのを見せてくれますね。まあただまあ問題は実戦ですよね。本当の実戦でこのような華麗な動きができるのであろうか。まあ、今回の相手は日本ランキング4位の与那覇勇気選手、決してかませ犬ではありません。もう日本では上のランクの人間ですね。ここを何もさせずに倒してしまったら、これは日本チャンピオンにはすぐなってしまうのではと思いますね。ただバンタム級は堤選手ですよね。先日強さを見せた堤選手、もうもしかしたら特例で次8回戦でいきなりもうランキング入りますよね。もし今回勝ったらいきなり、まあタイトルマッチはないか、堤選手はモンスタートーナメント出るので、まあだからどうでしょうか、東洋ランキング狙うのか。いや非常に楽しみですね。まあとにかく実戦ですね。実戦の結果で全てが分かると思います。まあこの天心選手、試合1週間前にみんなの前でこんな実戦を披露しちゃう、まあスパーリングを相手に見せてしまう、まあもうデビュー戦はもう余裕ということですよね。もうこれ与那覇選手からしたらもう本当舐めきってんなという感じですよね。だから与那覇選手もこれに負けじと、もう やっちゃってほしいですね。はい、いやーこれ実に楽しみな一戦です。いやーもう今週土曜ですよ。いやーもうこれ楽しみすぎますね。はい、本当にどうなるか。はい、この日のもう
メインですよこれ。試合順は3試合目ですけど、もう完全に持ってっちゃってますよね。いや楽しみにしましょう。土曜日、本日はこの辺で終わりたいと思います。また今週多分続報はいくらでも毎日出ると思うんで、またこちらで面白い情報入り次第放送させていただきます。それでは皆さんありがとうございました。チャンネル登録の方よろしくお願いします。 Twitter、Instagram のフォローもお待ちしております。それではありがとうございました。